テンチャンネルへようこそ。今回は歯周病治療ができる機械ブルーラジカル P01 について解説していきますので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください。また歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。歯科衛生士の抜き打ちチェック動画もありますのでぜひご覧ください。今現在視聴者様のからのね、実際の歯並びに関するインスタグラムの DM 応募受付していますので、ぜひそこもねチェックしていただいて僕に DM ください。ブルーラジカル P01 ですか、何ですか、歯科業界では話題の何ですか、器具。なんとなく僕は知っていました、元から。さすがです。いやもう本当に、いやこれはね違うんですよ。ホワイトニングの機材とか調べた時に、はい、歯周病にもあるんですよね。実際にこの光、青色の光を当てるすごい強いホワイトニングの機材があるんですけど、それで歯周病も良くなるんじゃないかっていう話をね、ちょっと文献というかその発表してる先生見たことあって、へーとか思ってたんですけど、まあ、応用されてるんですね、歯周病の治療にね。なんかあのテレビでやって、実際に僕の歯医者の周りの友達とかがすごい話題になってて、すごいなって。知ってました？ニュースで見ました。素晴らしい、はい、アンテナを張っておくことが大事ですね、ニュースで見てもよく分かんない人も多いと思いますし、で実際僕もあんまりまだ分かってませんけど、いいらしいですよなんかいいらしいですよ待って、やっぱ歯周病治療って従来はどういうことするんですか？もう歯肉切って、うん、めくって、うん、で中の汚れを取り出したりする、うん、結構外科的な処置が多いですよね、うんうん、切るって言い方しましたけど、歯周ポケットって言葉をね皆さん聞いたことあると思うんですけど、歯茎の中の汚れって歯ブラシは絶対取れないんですよ。で取れない結果そこの汚れがずっと溜まり続ける。でも目には見えないからもう大丈夫かな持ってたら、なんか最近すごい血が出るな、歯磨きするたびになんかちょっと臭いなとかね。年取るとよく歯周病って言いますけど、それは蓄積されたもう長年で汚れが取りきれなくて歯茎に悪い影響を与える。で何が一番嫌かって、歯周病の痛みがないんですよ。基本的にサイレントディジーズって言うんですけど、もう静かに進んでいくんですよ。ずっとやっぱ人間って痛い、お腹痛いとかね、足痛いとか、なんか体調悪いとかあったら病院行きますよね。でも歯周病って痛くないから気づかないでずっと進行するんですよ。である日歯が揺れ出すんですね。要するに歯茎が弱ってくると土台が弱くなってくるのと一緒で、歯周病って歯茎が下がる病気だと皆さん思ってるかもしれないですけど、歯茎がなんで下がるかっていうと、歯って歯槽骨と呼ばれる顎の骨に支えられてるんですよ。歯周病が起きるとその骨が溶けるんですよ。骨が溶けてなくなってくから土台がなくなってって、歯茎もそれに合わせて落ちてきて、歯がプランプランになって揺れちゃって抜け落ちる。日本人の歯を失うほとんどの理由が歯周病なんですね。なので歯周病の予防であったり、それ以上もうなっちゃってる人だったら進ませないっていう治療が将来もう本当に20年30年後一番大事なんですよ。僕だってそう、全員そう。歯周病にまずならない、なってしまっても進ませない、で治療して治す、すごい大事なんですよ。そこで従来はやっぱ歯茎の中の治療なので、歯科衛生士さんがやる治療としてはガリガリね取り出すというか、よく歯医者さんでやったことあると思います皆さん。痛い、痛いんですよ。ちょっとかき出すような、物理的に取るであったり、それじゃあもう取りきれない人とか、歯周ポケットがすごく深くなりすぎちゃった人の場合は、一回歯茎を切ってベロンって剥がして、で実際に見て全部汚れ取ってまた縫い合わせるとかね。結構やっぱ侵襲が強いというか、痛みをすごい伴うような大変なね、何回もしかも通わなきゃいけなかったり、はい、治療だったんですけど、今回の何ですか P01 何ですか、ブルーラジカル。要するにレーザーを当てるんですよね。そうすることで歯茎が良くなるよって。なんじゃそりゃ。でもそっちがいいですよね、できたらね、はい、先生たちもそっちの方がね意外と楽だったりかもしれない。も 楽って言い方よくないですけどお互いウィンウィンなんですね、それができたら。要するに痛みをすごい伴う血だらけのようなうわーっていう治療じゃなくても、レーザー当てるだけで良くなるんだったらみんなそれやったらいいんですよ。でもデメリットは何ですか？お値段ですかねもう大正解、はい、保険適用の治療ではありません。でこれが保険適用になることは多分すぐは絶対にないので、やっぱり費用がねかかります。自由診療とかね、自費診療なんてもう高くてもうダメだって思ってる方はやらない方がいいです。でも自分の絶対将来的に残したくていい治療したいって思ってる人はやってください。保険治療がダメなわけじゃないです。保険でやれる範囲って限りがあるんですよ。それ以上はできない、要するに融通は全く効かないんですよ。決められたルールの中でしかやれない治療なので自由がないですし、なかなか重症の方には全く適さないと、やれる治療がすごい限られちゃうので、やっぱり自由診療を選択してこういう風にねレーザー当ててきれいにするっていうのはすごくあるよ。僕自身もやりたい。歯周病になっちゃうとかね、こう定期的に歯茎見たりしますけど、あ良くないと思ったら自分も食らいたいというかね、どんな感じか知りたいですね。今回話したブルーラジカルのいいところは、今言ったように外科的な治療を必要としない、これは非常に大きいですね。なおかつこう殺菌力もすごく高いらしいです、うん、
詳しくは僕も使ったことないんで分からないですけど、非常に殺菌力も高くてめちゃくちゃ効果が期待できるということなので、 99.9% みたいなね、分かんないですけど書いてありました。僕も本当に皆さんとあまり知識変わらないかもしれないですけど、聞く限りはすごくいいですね。やっぱりデメリットは費用だけかなと思いますね。それ以外全く僕デメリットないと思う。いいことしかないで、多分1回で何十万とか絶対ないと思います。クリニックによって費用全然違うと思うので、僕相場もよく分かんないんですけど、でもやる価値はめちゃくちゃあると思いますね。普段からめちゃくちゃ自分の歯大事にしたいってね思ってたり、なおかつ昔セラミックの治療とかして歯周病になりたくないって方はぜひやるといいと思う。今セラミック入ってる人だとしても、そのセラミックを長持ちさせる意味でも意味がありますね。また歯茎の治りも早いらしいです。回復がすごくいいらしいので、歯周病治療ってやっぱり治療した後ね、血だらけで数日痛かったりとか腫れたりするんですけど、その治りも回復もすごく早いらしいのでいいですね。ポケットの中にこうレーザーを当てて、でも血は出るらしいですよ。麻酔もしたりするらしくて、麻酔してそのポケットにレーザー当てて、そうすることで新鮮な血液が出てきて、それが歯茎に溜まっていい歯茎に変わる、代謝を良くする感じだと思うんですよね。僕も詳しく分かんないんですけど、とにかく、悪い歯茎からいい歯茎に置き換える手助けをするのがそのレーザーなんですよね。なのでいいと思います。めちゃくちゃおすすめなので、費用がねいくらかちょっと気になる方は、で実際に取り入れてるクリニックも少ないらしいので見てみてください。ちょっと A クリニックではやっていませんので、これから導入する可能性もありますので、その辺もね導入したらまたすぐ言いますのでチェックしてみてください。現在 A クリニックではドクターを募集しています。詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。モニター価格から治療もできますので、詳しくは概要欄の方チェックしてみてください。ということで今回はブルーラジカル P01 について解説してきました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラム、LINE アットもやっていますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。で先ほど最初にも言いましたけど、インスタグラムでね DM にて症例の応募もしてますので、何でも質問してください。 A クリニックデンタルでもクリーニングであったりとか、こう着色落とす治療をやっていますから、ホームページもチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。